東京支部5175の島崎丈一郎です。お願いします。見たりしてますね。同期とかの出演とか見たりして。勝ち釜、勝ち釜まあはい、なんていうまあ初々しいっていうか、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、一言言えないんですけど、はい。生年月日教えてもらって。2004年の1月18日生まれです。そうですね、はい、まだ16年しか生きてないそうですね、一応選手からもまあでも若書いた方がいいけどねとか言われたりはするんですけど、若い若いとは言われますね。いや、中学で1回受けて、試験自体は1回落ちたんですけど、で2回目受けて受かって、一応高校には2、3ヶ月ぐらい行って辞めたって感じですね。いや、何も満喫はしてないですけど、まあきつい思い出しかないですけど、まあ楽しかったことといえばレクリエーションとかたまにあって、それがちょっと息抜きで良かったかなとは思いますね。はい、宝探しゲーム的なのがあって、それをみんなで探すのがなんか息抜き、外にいたら多分楽しくないですけど、中にいたらなんか息抜きみたいな感じで楽しかったです。最初は全然馴染めなくて、もともと人見知りなものでまあ初めはあんまなれなかったですけど、だん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 仲間意識みたいなのがみんなの中でできた時にはもう馴染めたって感じですかね。はい、一番上とは10個近く、いやもうほぼ10個ですね、10個違うのでちょっと大きいお兄さんお姉さんぐらいではい、きっかけはモンキーターンっていう漫画があるんですけど、それを見たのがまず一番のきっかけで、その後からボートレース場行ったりして迫力に圧倒されて、その魅力をだんだんと知ってって、もうなりたいって思って、そっからですね。はい、いやー、ちょっとまあ漫画のようにはいかないって言いますか、着取れないと楽しくないので、ちょっと難しいところありますけど、頑張っていきたいと思います。浜野健吾選手とか、やっぱり憧れではありますね。いや、まだ今そこまで大きなこと言えないですけど、まず着、まず一つでも多く取って、水準差早めに上げて、そこからですね、優勝、G1 記念級みたいな感じで、ステップステップでやっていきたいです。そうですね、躍進したっていう意味ではそういう1年でしたね。ちょっと自分自身も成長した1年でした、養成所でよく言われますけど人見知りだけなんで、ちょっとそれ趣味は基本漫画とかアニメとか見たりして、読書暇な時はしてますね。はい、そうですね、今だったら漫画で地獄楽っていうのがあって、それに今ハマってますね。一つ一つ着を取って無事故完走を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。おう、決めポーズ、決めポーズは特にないので、もう全力のピースをお届けします。勝ち釜、ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。はい。